パンチあるね。ああ、どうかな。結構濃い味のものとかいいかもね。バーベキューやったりとか、振る舞うことはたまにするけどね。ここら辺買って帰ろうか。ケールに来て6年になるんだけど、その6年のその生活の中で自分でスーパーを歩ける幸せみたいなのってあるよね。パンチの強い食事っていうか、パンチの強い食材にも耐えれると思うから、例えば、まあ、ソーセージだったりとか肉とかもそうなんだけど、結構タレを強めにして、でいろんなそのタレをオリジナルで作って、でそれを楽しみながら飲むっていうのはいいんじゃないかなとかね。多分僕ここでもうお腹いっぱいになるよ。あ、really? You can speak Cantonese? No, only Mandarin. Only Mandarin. Right. 华语啦，一点点。一点点，我可以讲的。我们华语、英语可以讲的。哦，真的。啊，英文也可以的，谢谢啊。谢谢，谢谢，OK，Thank you，谢谢arigato。，Thank you，Thank you。今回はソースはだいぶ味は濃いめに、辛めに、まあ甘いソースもあるけどね、甘辛く仕上げてるっていう。めちゃめちゃ大きいな。よっ。味の濃いものや、そのやっぱりパンチの強い食べ物ってやっぱり飲み物を選ぶよね。で負けちゃうから、飲み物が。でもこれだったら十分こうそれぞれの食材をさらに美味しく引き立ててくれる。このマレーシアの唐辛子、チリバリって言うんだけど、を刻んだもの、まあ、いろんなソースにそれを少しずつ入れながら、食感もいいし辛いし。ああ難しいな、それ難しいな。料理ってすごくいつも思うんだけど、なんで僕はバーベキューとか鍋とかが好きかっていうと、一緒に食べれるからなんだよね。で女性にさ、作ってもらう時って女性が常にこう自分の周りをバタバタしてるじゃない。僕あれがちょっと苦手で、一緒に作って上で一緒に食べれるっていうのがなんか大切な気がしてて、ほらだいぶいい感じに。で、あとこれはすったチリパリ。食べてみる。これはパパンですね。乾杯。乾杯。
うん、負けてないし両方の味も際立つし気持ちいい。うん、いいんじゃん、辛いやつね。これは辛めのやつ。辛めの、辛めのやつ、はい、ちょっと肉をつけて。じゃあ行くよ。どうぞどうぞどうぞ。